ジャガーイケミのラブ&ハピネス。はい、皆さんこんにちは、博多ザブリスコのジャガーイケミです、ということでですね、この、ジャガーイケミがですね、皆さんに愛を届ける番組ラブ&ハピネスなんですが、前回はですね、あの EF コーポレーションの、福島会長をですねお呼びして、愛の、話とかですね、愛の話したらあれですけど、恋バナとか、あとはね、博多の音楽の創世記にずっと携わっている方なんでですね、博多の音楽、それから福岡の音楽、の歴史とかですね、そういったところも含めてですね、たくさんの話をしていただいて、本当素晴らしい話でした。前回の放送分はですね、アーカイブで、残されてますんでですね、また見ていただければなと思っておりますが、今週はですね、2回目にしてなんとですね、元オリンピック選手ですよ。元オリンピック選手、皆さんの周りにオリンピック選手っています？なかなかいないと思いますよ。でもですね、なんと今日はですね、元、アトランタオリンピックビーチバレーの日本代表でですね、そして日本のビーチバレーを作った人間です。そして、福岡の大名ではですね、ターキーズバーといってですね、通称ターキーで通ってるですね、なんと俺の義理の弟にあたります。紹介します。高尾和之くんです。オーライどうもなんかこういうところで会うのってないから、なんかちょっと緊張するよね。もうなんか正月ボーンこれしか会わんけど、そう、うん、本当に、ということでですね、和之くんの方、高尾和之くん、はい、ちょっと、自己紹介じゃないけど、自己紹介、45歳になりまして、もうすぐ46歳。あ、そうですよ、ね、で調子こいて元気復帰して、うん、去年元気復帰、ね、はい、で今年は、まあ、ちょっとパートナーがまだ見つからんので、まあやるかやらないかまだ定かやないんですけど、まあ一応やる方向で体は、準備だけは今してるんですけどね。すごい、現役復帰って言って、その45歳で、まあそのプロのビーチバレーボールの選手で、45歳の人って、ぶっちぎっとですねとりあえずはあの次はいくつぐらい、次が36とか、あ、じゃあもう、はい、ダントツで10歳ぐらい、ダントツです。あ、じゃああとは、あ、もう自分の子供ぐらいの、もう、はい、うん、今大学生とか、出てきて OK ですね、20ぐらい違うんですね。うわ、すごい、その中で、いやちょっと見たけど、あのプロのビーチバレーの選手が400、そうですね、まあまあ400、はい、もう500人近くいて、はい、その中で今ランキング28位とか、なんかそうですね、なんかね、本当はずっとトップ10走り寄ったんですけど、後半なんかガタガタ、いやそれはもうでもあの最多優勝記録はまだ塗り替えてられない。もう多分変わったですね。変わってる、はい、ああ、でも最多出場になるかもしれない。ああ、最多出場、はい、でも最多優勝の、それまではずっと、ずっとあったです ね、すごいなと思って。いやもうね、なんすかね、要領を覚えた方がビーチバレーで長続きができるんですね、やっぱ風がこう、いつもあって、風の方向とか強さとかも違うし、砂の状況もいつも違うっていう、まあ長く やればやるほど理解ができるけどね。あーは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 ー。いや、これ聞こうと思ってたんやけど、はい、そのビーチバレー大学時代から、はいはい、やり始めて、でちょうどその時6人制のバレーもやれたですね、はい、やってて、で本はな、6人制 の、 住友金属 の、はいはいはい、あのギラソールの キャプテンでもあったんですよ。すごいですね、調べが結構俺見に行ってたもん新日鉄とか新日鉄とか、あの角刈りの時すごい、そう新日鉄 の、 あの、ね、中垣さんとかいる時、はいはいはい、一緒にね、同期やき、ね、うん、もうやってて、はい、で
あの6人制のバレーで、で並行してビーチバレーもずっとやってて、はい、ね、で季節労働者みたいに、ね、いや本当春と夏は、うん、あの海外をずっとビーチバレーで回って、うん、で秋と冬は国内の6人制のバレーでやってて、うん、はい、いや、その時まだ日本のバレーボール、まあ、今でもすごくね、はいはい、あの、あれですけど、なんかな、オリンピックって、はい、例えば6人のバレーで目指すっていう、目指したですね、目指した一時はですね、うん、大学卒業するぐらいまではまだ6人制の日の丸を背負いたいなと思ったんですけど、ちょうどなんかあの身長のいろいろがあって、ね、うんうん、でまあちょっと弾かれるじゃないですけど、そうそう、見ててもあれなんだけど和幸くんの方が絶対すごいよねって思う、身内ってありがたいですいやいや本当いやマジで、なんていうかな、和幸くんって俺たちからしたら身長高いや、はい、身長高いっていうか、はい、180はあるから、はい、俺たちから見たら全然高いけど、バレーボールの世界ではもう2メーターとか、うん、 ね、最低190はないといけないとかっていう世界で、まあうちの奥さんから聞いたんですけど、はいはい、和幸くん のお姉さんですね、はい、あだ名がチビやったって、ああだけどもうあれですよ、まあ、バレーやりよって、うん、ちっちゃいなっては自分で気づいてじゃあちっちゃい、もう俺たちから見たらすごいでかいやけど、そうなんですよね、うん、だけど大きくなりたいっちゃもう途中で思わなくなったんですね、うん、動きを速くしたりとか、うん、ジャンプ力をもっと高くしようとか、うん、すごいジャンプ力が何メーター一応ですね、うん、120くわ、その頃はそれあれあれで垂直、まあ一応ですね、ね、垂直飛びで120って、はい、ね、よう飛びよったですね、僕す大学の頃なんですけど、うん、飛んで上で一服する男で本当に飛んで一服して、そう、それぐらい上で待っとく、うん、雑誌に載ったりするね、それがすごい、バレーボールマガジン、バレーボールマガジンとかに、あすごい、あそげん飛びよったりといや、だから当時でもその時 その日本代表とかが全部2メーター台 で、はい、で 今だと、ね、うん、今だとほらレシーブ専用の人とか、はいはいはい、リベロとか、ね、あとね、女子とかだと竹下さんとか、ね、セッターだけで頑張りますけど ね、うん、っていうあれだったけど、その当時はやっぱり全員が2メーター台と、ね、ダメだっていうことで、うん、やっぱいくらその心肺能力とか、うん、そういうところがあっても、うん、やっぱりこのオリンピック選手をこう、うん、パッて弾かれてしまうっていうところがね、やっぱりあって、あったです ね、なんかそういう、うん、なんかこう表には出ないですけど、うん、メンバー見ると感じるわけです、うん、でかいの集めたなあ、まあ、しょうがねえなと思って、うん、まあでもその人たちより早く動いて早くと、うん、なんかボール捉えるとか、うん、なんかそういうのに適したのが、うん、ビーチバレーです。あ、じゃあこっちで日の丸しょった方がいいなと思って、うん、さすがやなと思って、いや、うん、でビーチバレーもその一番最初に始めたのがですね、大学の、まあ、法政大学のご一挙、うん、でなんかまだ日本にビーチバレーがなくて、うん、ちょうどね、言っちゃったかな、映画でトム・クルーズが、うん、トップガンで、うん、ビーチバレーシーンがあった、うん、年なんですけど、うん、まあ、一本ビデオが来て、うん、で世界選手権をやるから日本でもビーチバレーを、うん、その作れと、うんうん、っていうので、まあ、大学で6人まず選考で入って、うんうん、で2月の下田でガタガタ震えながら、うん、でルールもようわからんし、うん、だけ練習して、うん、またホテル帰ってビデオ見て、うん、でああなるほどっつってまた海に行って練習してっていうのを、うん、だから1週間ぐらい練習して、その時上級生が、うん、大会には行ったんですけどね、うん、でまあその時のメンバーの一人で生き残っておきますね、うん、まだ、いや河合慎一さんと、はい、あと河合千佳さんが、はい、タッグで、うん、で、こっちは高尾それと菅野、はいはい、ペアで、はい、やって最後の激闘っていうか、うん、面白かったですね、うん、
いやあれを途中であの何回もその足がつってですね、で救急車に運ばれたんですよ。そしたらね、河合さんやっぱでかいけんですね、しまなやったんですよ救急車が。もうすごいですよ。じゃあ救急車の蓋開けたまんま、そうもうねこうガバッってしたら足が出とってこれいかんぞみたいなんで、でちょっと足曲げてもらって締めて、ほうでねやっぱあの当時からなんですけど、うん、やっぱ頭今でもカチッとされたじゃないですか。で病院行ったら頭はねちょっとクシャクシャってなっとって「俊一さん頭」って言ったら「おいかんいかん」って言って救急車で運ばれてるのに。でついてすぐで点滴打たれて、うん、もうその時も頭きれいにこうさすがやなと思って、やっぱね今の河合俊一さんっていうのはやっぱずれてないですね、うん、それもうねそうブレがないブレがない、うん、もう絶対にどんな時でもあの髪型バッチリ決めて、うん、スプレーを、ね、2日ぐらいでなくなっちゃう。昔よくねこう あったでしょ、うん、あれが2日でなくなるんです。いやすごいですよ、ビーチバレーの試合やってもブレないんです。あんな風が強いのにあれ無風かなっていうぐらいシャーッとして OK 間違えちゃうんですよねこっちは。あやがあの風を見ながらねそうやらんちょっと相手の髪の毛がこう揺れたりとか そういう風なところを見ながら、風ないところだ。あの人のところだけ無風ちょっとちょっとボールの操作をそう誤ったりとかする、うん、あすごいななんか。そうなんですね、まあ今でこそあれなんですよね、うん、あの一時ねこっち、うんのね、ネタで日本を制覇したりですね。いやもうね、もう相当聞かれたんですよ、その頃は。あこっちのネタで思い出したけど、はい、和彦君も、うん、あの俺あのブードゥーライブハウスでブードゥーラウンジで、はい、ポスター和彦君のポスターが貼ってあって、これの水着の姿 のパンイチのもうあれですね、うん、まああの毎年、ね、年末にやるんですけど、うんまあ、ちょっとねあのポスターが今回かなりな枚数強烈な貼られとるわけじゃないですか、うん、この、うん、このご近所に、うん、ちょっとね、うん、ちょっと抵抗あるんですよね、うん、あの聞いてる人に誤解を受けたわけじゃないですけどあのちゃんとあの水着の水着のそうです、ね、あの、はい、なんていうかな、ね、あのドリームボックスってってですね、その下着メーカーのもともとスタートで、ね、はい、ショーです、ショーです、ね、ちゃんとしたショーです、ショーですね、はい、あの、はい、ちゃんとしたあの、はい、なんていうかな、ただそこにあのおひねり制度とかがあるけんですね。それでちょっとあの誤解されやすい。ジェイメンズになったかなと。でもちゃんとこう歩いて、うん、で歩いてその後下降りて、うん、でおひねりをこう挟んでもらって、でそのおひねりの数が一番多い人がその年のチャンピオンなんです。毎年チャンピオン一応今2連覇すごいどうかなって思う。やっぱねこっちの人も来るわけですそういう人はですね、一回こうパッて覗かれるわけですであらまあって言って、はい、多分肉体じゃないですねもういろいろ、はい、ね、面白いだけ、もう去年は1000人以上入ったわけですね、そのイベントも、うん、すごいですよ。いやもう本当そっちの世界でも制覇してる。いやもうですねもうやっぱあのビーチバレーと、うん、まあ、バーってさっき、うん、はい、言ってもらったんですけど、うん、これだけだと、うん、ちょっと普通ですよね、うんうんうん、きっと、うんうんうん、まあ、ビーチバレーというか、まあ、バレーボールは昔からもう、うん、ね、中学校からやけですね、うん、33、4年やってるんで、うん、もう勝手に一部になっちゃうわけです、うんうん、でまあバーもまあ、小倉で昔やってて、うんうん、博多でやってっていうのもあるんですけど、うん、なんか博多に来てからそのショーとか、うん、あと着物のショーとか、うん、なんかそういうのもすごい出させてもらうわけですね、うんうん、また面白くなってきたですね、うんうんうん、こう45になって、うん、すごい楽しい人生をまあ博多来てよかったなと思うんですよいや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 、うん、いや、まあ、そう着物のショーとかもなんか似合いそうよね。ああ、もうおかげさんですね、あの必殺仕事人みたいな、ね、誰が成敗しに行くみたいな、ね、そうなんですよ、うん、もうぜひあの来年も多分あのその水着のショーは あの僕2連覇したんで、うん、
この博多のですね、うん、濃い連中がこれは3連覇させちゃならんと俺も出るって言い出してて、うんうん、もうね来年はすごいですよメンバーが。すごい、はい、1人100人ずつぐらい連れてくるぐらいの人間がパンツになります、うん、来年は。だけど来年ね2000人とかなるんじゃないかって思うんですよ。すごい、うん、いや今年でさえあんだけポスター貼ってやって、はい、俺が勘違いするぐらいマジでいやね、これですよね、こうそうそうこれ街で見かけたことあると思うんですよ。そうそうそう、この顔、この顔で、はい、水着姿で、そうですね、はい、で女の子みんなこうはべらせて、ちょっとあれでもね、うん、こっちは女に見えて男なんですよ。あー本当、はい、僕の前に座ってる子がトリーノちゃんで、歌う子なんですけど、うん、まあ、その子がここに追ってくれて助かったんですよね、うん、いないとちょっと丸出しいないと、はい、でその前の年は、うん、第1回目の時はメンちゃん、うん、プロレスのですね、うんうん、が真ん中でドーンってインパクトあって、うんうん、で次の年僕がこうやってこう大丈夫って言ったら、うん、いやインパクトはありますって言われて、うんうん、これがいいですって言って、うん、ああじゃあお願いしますっていうのも手伝って1位なんですよ、うんうん、はい、うわ出てきた出てきたみたいな、いやいや、まあ水着の話ばっかりであれやけど、いいですよ、もう広げましょういやビーチバレーを、はい、一時期は総監督っていうか、あ、やりましたね、日本のオリンピックの、ね、はいはい、監督とか、はい、やってて、うん、それでなんでまた現役を復帰、ですね、うん、時まあ現役ちょっと離れたっていうか、うん、まあ、パートナーの関係もあって、うん、まあ、教える方をちょっとメインでやろうかと思って、うん、で、まあ、たまたまその、うん、まあ、コーチをもまた新しくやるっていうことで、うん、まあ、福岡の選手なんですけど、うん、でその時にちょっと選手から離れてて、うん、どうやって今進んでるのかっていうのが分からなかったです、うん、そのコート上で、やっぱねビーチバレーも全部流行りなんですよ。今こういうプレーが流行ってるとか、今こういうサーブが流行ってるとか、常にこう動いてくるんで、すごい、うん、だけどそれをちょっと中に入ってやった方がいいなっていうのもあって、うん、まあ、誰か組む人おらんかなと思ったら、まあ、去年畑部っていう子が、うん、高尾さん組みましょうって言ってたけ、うん、あ、これいいチャンスやなと、うん、で、まあ、3月に予選があって、うん、でそれ受け行ったら、まあ、決勝までちゃんと行けて、うん、で、まあ、年間シード権取れたので、うんうん、お、ラッキーと思ってす、ね、いやーすごい、いや普通やとそのまあ流行りとかって言っても、はい、そのまあある程度ね、うん、その試合やっぱでも試合じゃないと見えないところわからんです ね、 はい、ね、あ、例えばどんなのが流行りとか、例えばですけど、うん、まあ、ちょっと説明しにくいんですけどね、うん、こうブロッカーとレシーバーといって、うんうん、でそれがまあ向こうに向こう、うん、うん、で飛ぼう、まあ、ブロックを飛ぶふりをして下がるとか、うん、その下がる場所が毎年こう変わってて、あ、なんかまっすぐ下がる年とちょっと中に下がったりとか、うん、でレシーブを2枚にするんですけど、うん、そのフォーメーションがちょっとずれてたりとか、あ、それって例えば何か流行りを作る人とかがいるわけ、いや多分ね、うん、海外の選手が今こうやってるよみたいな情報が、うん、まあ、ビーチバレーマニアみたいなのいるじゃないですか、選手でも、うんうんうん、僕あんまり見ないんですけどでこうずっと見ててうおーっていうのをまず引っ張ってきたり、うんうん、まあ、実際ワールドツアーとか回ってて、うん、でそういうのを入れ込んだりとかするうちにちょっとずつやっぱ動いてくるんですよね、うんうんうん、例えば俺とかやと、まあ、音楽をずっと、はいはい、まあ、バンドやってて、うん、あ、まあ、この人に憧れて、うん、ちょっとバンドやってみようかとか、うん、そういう風なのはあるけど、はい、その例えばビーチバレー、まあ、バレーボールにしてもしっかりやけど、はい、そのそういう中いました、あ、いた、いた、いた、僕、うん、まあ、一番最初ブラジル行ったのが21の時かな、うんうん、にブラジルに初めて行って、うん、でその時にブラジルの選手ものすごいかっこいいのがいたんですよ、うん、もうフォームも綺麗だし、うん、勢いもあってっていうのがいて、うん、
あ、俺こいつの方が真似したいなって、うんうん、もうそいつの方ばっかりリピートをやってると、だんだん打てるようになってきて、でまずそいつから入って、でまあちっちゃい系、その相手のコートを見て打つっていうのをオーストラリアの選手が今度やってて、でまあどういうタイミングで見てるとか、そういうのをずっと真似して、でまあそれを合わせて、今ずっと長生きしてビーチバレーができるかなと思ってね。すごい。やっぱりそういうあのね、基礎っていうか、自分のそのね、まあこっちは勝手に見て盗んで、盗んでるんやるけど、で結局そのブラジルの選手も、まあオーストラリアの選手もまあ仲良くなって、でまあ僕のホームのことについてはそいつに相談したり、まだ日本に監督とかがいなかったでしょ、僕らが最初に始めちゃったん で、でずっと僕らがそのまあ世界で持ってきて、その審判の方にも今こういうジャッジですよと、ハンドリングのこう OK、ダメっていうのは僕らがずっと日本に持って帰ってきたんですね、最初。すごい、本当作ったまあ作ったっていうか、説明をできる人間やったかなと思うんですね、その時。まあもう向こうにあるものを日本で、まあ基礎固めしたっていうか、でだけど、まあ、前は面白かったですもんね、その試合が終わると審判の方も集まってくれて、今の試合どうだった、笛はどうだった、あそこのジャッジはあれちょっと違いますねとか、そういうのをすると、審判講習じゃないですけどね、そういうのもやりやったんですね。すごい。まあそういうふうな感じで、その向こうの海外の何かな、ものをテクニックとか、そういうふうなものをこう、こう自分なりに吸収してっていうところで広げてきたと思うんやけど、その一番最初にその何かな、オリンピック、アトランタオリンピック、でオリンピックって皆さん簡単に行けると思ってるでしょうけど、簡単やったですよ。いやいや、あれじゃないですか、要は世界ランキング、そうですね、ランキング、世界ランキング、あの時24ですね、24、要は世界ランキングで世界で24位に入ってないと、オリンピックって行けないっていうか、その中のね、まあでも地球上に24チームしかおらんて、いやいや、でも24チームしかおらんでも、24チームしか出てなくても、もうやってる人はもう5万といるわけやから、ね、まあ、どれぐらいですかね、延べチームで1000チームぐらい、その頃ワールドツアーもいろんなチームがこう出てて、まあでも始まった当初はやっぱある程度も決まってるんですよね、強いチームというか、こう弱いチームはやっぱもうすぐ脱落していっちゃうんで、だけどまあちょっとずつこう残ってきて、そのビーチバレーっていうのがオリンピック競技になったっていうとこから頑張って上がる人もいるんですけど、僕らもずっとその前からやってたんで、ポイントっていうのを持ってるんですよ、その、まあ、国内戦もそうなんですけど、海外戦よね、でそのワールドツアーっていうのにやっぱたくさん出てたチームの方がやっぱり有利になってくるんで、まあそういうのもあってですね、毎年ずっと出てたんで、まあ出れたかなっていうのはあるですね。でもやっぱりその海外、そのオリンピックに出てまたなんか大きく変わったところとか、ですね、やっぱオリンピック出たチーム同士って仲良くなるんですよ。でそのオリンピックが終わった次の週ももうワールドツアーがスタートするんですけど、やっぱその時ちょっと意識変わったんですね、そのチームをどうしても応援したくなっちゃうんですね、で他から新しいのが来るとどうしてもそこに負けたくないみたいな、みんなが、でちょっと結束力がこう高まって、なんか飲み行っちゃったりとか何だろうこの集団みたいな なんか面白かったですね。今まであんまり飲み行くことなかったんですけど、急にみんな仲良くなって行こうぜみたいな、こうぜって言われても語学力がそんな伴わんけどねでもまあ風邪くやったら、いや、まあ、とりあえずですねいじられキャラですね、ワールドツアーでは。ああ本当に、だけどもうその頃からターキーって言われたんで、まあターキー行こうぜみたいな。そっか。いや、そんな感じでそのワールドツアーして、それからまあいろいろ筋肉番付とかも出たりとかね、あまりこういい結果じゃなかった、ね、いやいやいや、でももうそれはもう仕方ないというか、あの頃も
あの膝がボロボロで、うん、ちょっとですね、いろいろ、ね、うん、故障もありのやったりですね。ね、ただあのサミー捜査と仲良くなった。さすが。もうね、面白かったですよ。うん、もうやっぱあれテレビで見てたもん。筋肉番付。本当ですか、ありがとうございます。あのサッカーの武田君と、うん、まあ年一緒で、うん、同級生で、うん、もうすぐ仲良くなったんですけど、うん、あのね、やっぱパワー勝負とかね、僕とか武田君勝てないんですよ、うんうんうん。こうやって近くで見ると意外と大きいかもしれないですけど、うん、他の野球選手もっとでかい、うんうん。あとプロレス系、アメフト、ラグビー、うん、もうパッて見て、あ、無理だなこれって。で、でも途中から武田君にボール持ってきてねえのって聞いたら、うん、あるあるって言って、うんうん、じゃあボール持ってきてって言って、うん、まず裏で武田君とずっとサッカーしてたんですよ。だからそこにこうやって見たら、うん、サミーソーサと、うん、あとフィリオ、うん、昔の K-1 が暇そうにしてたんで、うん、こいこいっつって、うん、で4人でずっとサッカーやっててこういうあの、まあ、ユニフォームがあるじゃないですか、うん、番付の、うん、でここにフィリオのサインで、うん、ここにサミー・ソーサが、うん、でここに、まあ、武田君の、うん、サインを僕がもらったんですよ、うん、でサミーが、うん、してしてって言って、うん、なぜかサミー・ソーサの腕に僕のサインが載ってる。大丈夫これってこんなとこに書いちゃっていいのかでフィリオのここに僕のサインがあってこいつら大丈夫かなみたいな。すごいな。そう、本当は もらって帰りたかったんですけどね、うん、それを、はい、なかなかね、それはちょっと、やっぱ気に入っちゃったみたいで持って帰るんですそっか。その後はそのまあずっと公家の間でね、はい、うん、で自分たちもあの、はい、ツアーの時は、はいはい、いやいやもうね、カジキくんち止めれさせてもらってて、本当あんな狭い中ですいませんでした。いやもう本当車が置けるだけでも、いやいやもう良かったし、ね、懐かしいですね。懐かしい。ぎゅうぎゅうで寝たいですよね。ぎゅうぎゅうで寝て、布団敷き詰めて、そうそう。であの時はあのボロい車で来てた、はいはいはい、あれ白いバンやったんですね。バランバンで、はい、あれ結局27万キロ走って、すげえ、すごい、やっぱ強いですよね。あディーゼルやったんですね。やっぱディーゼルがいいですね。ね、でずっとあの鵠沼海岸で、はいはい、あのビーチバレーやりながら、うん、ね、ちょっとあの俺たちが寝てる時はちょっと練習行ってきますとか言ってそんな感じで、あの頃真面目やったですね。懐かしいなとか思いながら、あの頃が一番バリバリ、うん、こうやりよっときゃけですね、うんうん、ビーチをですね、うんうんうん、でやっぱ鵠沼海岸っていうところは、うん、まあ、ビーチバレー選手の聖地なんで、うんうん、やっぱあそこをきれいに、例えば台風が来ると、うん、もう次の日すぐ海に行って、うん、でみんな声かけて、うん、でもうその日のうちに砂浜を全部きれいにして、うん、みんなが使えるようにってやりよったんで、うん、あの役所の人とかそういう人ともすごいつながりがあって、観光課とか、うんうん、だからあの120万も予算取ってくれて、あのトラクターみたいな買ってくれてですね、うん、すごいですよ。で、あの一人おじさんがその役所の人なんですけど、うん、まあそれでの扱いがうまくてでその人が来ると、まあ、コートを15面貼っとったんですけど、うん、それ抜いて、うん、その人がバーってやった後はもうね、日本の海じゃないぐらい綺麗に綺麗に、そう。でもそれでその例えばビーチであの練習してもその足怪我したりとかね、ああ一応もう、ね、そういうこともない、30センチぐらいやっぱ掘っていかんと、うんうん、いろんなものが埋まっとうけんですね、うん、あのカンカンとかを埋めちゃう人がいるんですよ、うん、あだからそれが錆びて、うん、あの僕らスピードを出して止まった時ってやっぱ30センチとか40センチ足がガンって潜る時があって、うんうん、その時行っちゃうんですね、あ切って、はい、うん、で冬とかだと気づかないんですよ、もう神経ないから。あで、あれあいつ足赤くねみたいになって、うん、お前切ってないって見るともうざっくり切れてたり、あららら、でも、うん、分からんまま練習してて、うん、で温まってくるとやっぱもう、うん、痛みが出て病院行って縫ったとか、うん、もうそういうのがゴロゴロ昔あったんですよ、うんうん、まあ、そういうふうな感じでビーチバレーはね、そういう環境整備とかそういったところもまあやってるっていう感じなんですけど、まあ福岡にねその後帰ってきて、ももちでどうしてなんかあの最初鵠沼海岸でまあ神奈川でやってて、まあある程度やれることやったかなと思ってですね、その環境作りとかあと大会とかももう今も毎週こうやってるんですけど神奈川で。
まあ、100人200人単位で毎週みんなが来る大会があるんですけど、うんまあ、そこを最初に立ち上げて、うん、でもうそういうのも定着したんで、うんまあ、今度じゃあせっかくやけ地元に戻ろうと、うん、九州戻って同じことができんかなって、うん、でまああのコートの整備というか、うんまあ、今3面、うん、あの桃地立ってるんですけど、うん、あれもなんとかこう署名活動をスタートして、うんうん、でまあ公安に持って行って、うんまあ、ビーチバレーのコート立ててくれないかと、うんまあ、その時はあんまり反応が良くなくて、うん、で、まあ、そこであの福岡といえば山本佳代じゃあ佳代さん電話しようと、うん、佳代さんちょっとこんな状態ですって言って、うん、だから1週間後に柱が置いてあって、うん、すごいさすがやなと山本佳代さんの力すげえと思って最初から電話すればよかったと思って、うん、あの和樹くんよく山本佳代さんの番組出てるもんね。いやもうねあれね出させてもらえようんですね、うん、もういやよくあの大名のあの、はいはいはい、シャレトンシャーとかシャレトンシャーもですね、うん、この辺行くぞって情報入った時に、うん、ちょっと行ってみようかなって思って、うん、隠れてるつもりなんですけど、うん、どうもこのロン毛がですね、うん、パッて見つかってあんた何しよっとみたいなですねであどうもみたいなそれとかあのナイトシャッフルとか昔ねよう出させてもらってですね、助かったですね。あの楽しんごうに、はい、あのマッサージされたりとかそうですねあれはどうもあれはどうもか入ってきてくれてあれはどうも、はあ、あれは楽しんごうなんですよなんかねあのナイトシャッフルも、うん、あのまあ住金の時にちょっとお世話になってて、うんそのまあ、お金のことでいろいろあってですね、うんまあ、住金自体もお金がそんなないと、うん、で遠征費とかをいろいろ相談するにあたってテレビ出演とかそういうのもさせてもらって、うん、だからまあ、 あの西鉄さんとか、うん、すごいじゃあ半額でいいですよとか、うん、そういう影響力がすごいやっぱあの番組あって、うんでまあ、その流れで、まあ、僕は神奈川行って、うん、で戻ってきた時に、うんまあ、ちょっともう一回ビーチバレーを福岡でこうやりたいけ、うんまあ、誰か紹介してくれませんかってなった時に、うんまあ、そのナイトシャッフルさんが、うん、じゃあ山本佳代を紹介するってなって、うんまあ、佳代さんを紹介してもらって、うん、またそこから定期的に、うんはい、そうそうもうあの当時は結構出てたもんね。なんかね月1でずっと出させてもらって、あの今井弁慶さんと釣り対決とかね、もう大変やったもうねまあタッグを組むわけですよ、うん、敵じゃなくて、うん、もう味方になってマグロを釣り行くと、うん、もうクソ寒いもうね3時間ぐらい船で沖に出るわけです、うん、もうね漁師ですよ完全に、うん、で行ってイカをまず釣って餌から、うんうん、で行ってマグロが釣れない、うん、で一回帰って仮眠してすぐまた出るわけです、うんもうね3日間海を追って、うん、したらもう釣れるまで帰らんぞって言い出して、うん、うわーっと思ってしたらもうゆうたろうさんもやっぱ強いですよ、うん、船は、うん、ゆうたろうさんが入っちゃったんですよ。あらら、こんなところでロックやっていいのかとすごかったんですよ。あの船が、うん、隣の船が、ね、いなくなっちゃうんですよ。波あーもうだからもうなんか10メーターぐらいとかでガーッてこっちが上、うん、で今度船が下にいるんですよ、うん、うわーなんで俺らこんなところでやってるんだろうみたいな釣り対決してるやろマグロ釣ってるやろ。そうこれがね1匹釣れたですよ。30キロぐらいのマグロが、うん、で、うん、マグロってあれなんですね、釣った人に権利があるんですよね、全ての権利が。その人の竿だけに権利があって、うん、売るか売らないかはその人次第らしいんですよ。それ和彦くんつった、はい、僕の竿にかかったんですけど、うん、だからね、その時で釣れない時期やってたんですよ、うん、で、ね、1キロ1万ちょっと値がついとったんですよ。だけどそれ1匹で45万ぐらいなんですよ、うん、すごい。これは釣れなかったことにしていいんじゃないかそんなにね僕も裕福じゃない時やったんですねこれは食うよりやっぱ、ねうん、でそう、そっちだろうみたいなっ、うん、って思ったけど、うん、もうそれが釣れた瞬間 の、 そのスタッフさんとか、うん、そのもうみんなですよね、うん、やったーと帰れるっていう喜びですよもう本当きつかったですね。であと一匹釣れればよかったけどね。本当ですね。同時にかかれば、ね、同時にかかれば一個はね40万で売れて。いやもう本当ですよ。ね、いやもうね、うん、本当ナイトシャッフルさんにはお世話になってて、うん、で、まあ、僕ビーチバレーをずっとやってるっていう紹介はもらうんですけど、うんうん、
ビーチバレーは一回もしてないんですよ。面白いでしょ。食べ歩きとか。食べ歩きとかね。そうなんですよ。あのこの素人を捕まえてあのロケに出されちゃう。あ、そうそう。もうよく見てたもん。あのナイトシャッフルはもう本当に。すごいのがですね。あの、うん、中国のケイ、ケイリン。あ、それも見た。はい、ケイリンまで、うん、海外ロケまで行っちゃって。うん、俺ビーチバレー選手なのにな。ね、あ、まあでもそういうあのね出演料、ね、いやもう本当ですね、まあまあでもありがたかったですね、うん、その顔をこう売るっていうビーチバレーをやってるぞっていうのは、うんうん、だいぶあの広げてもらったわけですね。ああ、それでその山本香里さんの、あの、まあ、バックアップもあって、はい、そのビーチにその、はい、あのそうなんですよ、ね、3面立ってですね、ありがたいですよ、うん、でもちょっと名刺にも書いてるんですけど今砂番長って砂番長、はい、役職がですね、うん、なのでまあできるだけあのそのコートをきれいに使ってもらいたいと思って、うんうん、あのやっぱりどうしてもこう夏、うん、ね、こうお酒入って、うん、わーってなってるとぶら下がっちゃったりとか、 あとゴミパって捨てていったりとかする人間を追いかける役なんですよ。まあひどく言うと砂番長、はい、ひどく言うと追い込むおい言って走っていってお前のって風邪っこから追いかけられたら怖いよね。もう向こうが何人よが走っていく、はい、でそのコートはみんなのもんだからちゃんと使えと、うん、でゴミを捨てるなってお前家で捨てるかって言って、うん、捨てませんって、あ、じゃあこれゴミ箱がね桃地って、うん、まあいいなと思うのがゴミ箱設置してあるんですよ、うんうんうん、今もうほとんどゴミ箱置いてないんで、あ、持って帰れっていう、そうなんですよ、逆に それだとね余計散らかるんですよ、ね、実はですね、うんうん、で桃地はきちっとまだあの空き缶も捨てれるし、うん、普通の燃えるゴミもあるし灰皿もあるし、うん、もう全部持ってきたやつそこで捨てれるよ、本当は持って帰らないかんなんですけど、うん、まあ最悪捨てれるようにはなっておけですね、うん、で朝いつもそのおじいちゃんおばあちゃんが、うん、まあ役所の人だと思うんですけど、うん、ブワーッと端から端まで、うん、7時とか8時の時間帯で掃除されてるんですよ、うん、でまあ僕らもビーチに使う時はいつも掃除をするんですけど、うんうん、やっぱねそういうとこからちょっとこう外れちゃうと目立っちゃうわけですね、うんうん、そういう人も、うんうん、だけどまあせっかく、ね、みんなで使いようそのビーチバレーのコート楽しいと思って使ってくれるのはいいんですけど、うん、破壊に行くと、うん、夏とかね花火でなんかねネットキットをやってたりするなんか楽しいんやろかと思うんですけどね、はい、そういうの見るとちょっと残念やなと思うんですね。あ、でまあそういう人ができるだけ、うん、まあ、楽しく、うんうん、やればボールはいつでも僕ら貸すんですよ、うんうん、あれ行ったらできるとできます、うん、はい、もう自由に使っていけですね、今それ毎日毎日です、うん、はい、あ、そうなんだ。じゃ あのビーチバレーに興味がある方っていうかね、うん、そういう方はもうぜひその桃地、ね、ぜひぜひ、はい、桃地に、はい、砂番長が、いやもう番長で話しかけにくいんですよあのね、なんですかね、まあ、大学生とかもいっぱいいるんですけど、うんうん、こっちからオフって言う以外は声かけてこないです怖い、なんですか、ね、サングラスしてる気やな。あ、一応ね今もここにこう止めるようにしてるんで、うんうん、目が意外と優しいんですよ、うんうん、だけど目を出していこうと思ってですね、うんうん、あ、今はちょっとまあ課題がね、ああそうです ね180以上あるから、そうですね、ちょっとあんまりよろしくない感じに見えてるかもしれないですけどね。じゃあね、はい、自分ではねそういうふうに思ってないけんですね、うんうん、わーって僕の方から寄っていくんですけど、うんうん、あんまり慣れてない感じですね、みんな、うんうん、特に今若い子たちは結構その何て言うかな、コミュニケーションがね、うん、あのちょっとうまく取れない子とか結構いて、バンド関係でもそうやけど、やっぱりあのこっちからこう親しく話しかけるとあれだけど、なかなかね難しいから、まあそこら辺はね、あのもうちょっとねこう気安く気楽にこう、まあ「タキ」って言ってほしいですけどね。まあそんな具合でそのまあビーチバレーも、はい、あの毎日ね、あの開催してるということで、はい、今からはビーチのシーズン、そうですね、もう暖かくなってきたですね、ね、はい、ビーチのシーズンでね、であとはなんかピンクリボンとかもなんか、あ、はい、ね、まあお友達っていうかですね、うん、そうそう、まあバレーの後輩、うん、佐賀 の、うん、あのバレエの後輩なんですけど、うん、まあ川田君っていうところからつながって、うん、まあ、ピンクリボンもまあ、あのピンクの T シャツ着て、うん、
一緒に、うん、はい、参加したりとかもしてます。そうそう、自分 の、 あの友達のバンド関係もそのピンクリボンのですね、あの関係にあのイベントやったりとかしてるので、はいはいはい、なんかそういったあれでね、なんか、うん、コラボができてです ね、 ね、はい、大会とかもなんか、うんうん、やってもうちょっとこう輪が広がっていけばいいなと思うんですけどね、うんうんうん、ということで、まあ、あのビーチバレーの話を結構あの聞かせてもらいましたけど、はいはい、あのここからはねちょっとお店の、はい、ね、ありがとうございます、ターキーズバーの、うん、助かります、話をちょっとあのなんでまたお店を最初ね、ここら入ってきた時にやろう、ですね、もともとは、うん、まあ、いろんな思いがあるんですけど、うん、その、まあ、ビーチバレーをやってる選手が飯を食える場所が一個欲しいなっていうのがあったんで、うんうんうん、日本一になった時に、まあ、賞金がポンって出るんですけど、うん、じゃあこのお金で店を作って、うん、そこで働きながら練習ができればって思うのを作って、うん、まあ、ビーチ選手がね4人その時働いてて、うん、ただあのやっぱりですね、夜の商売なんで、うん、だんだんこう寝不足があったりなんかで、あ、まあ、大変だなということで、まあ、選手はちょっとずつ辞めちゃったんですけど、うん、まあ、もう一個の理由はあの飲み行こうぜって誰か誘っても、うん、結局一日一人しか会えないんですよ、二人とか三人とか、うんうん、だからそれやったらどっかに拠点作って、うん、その一日で何人も会える場所、うん、で友達と友達がつながっていくような場所が欲しいなっていうのが、まあ、飲み屋の元々のスタートですね、うん、あ、うん、で今はね、小倉からの拠点を移して、はい、博多に、博多の大名に、はい、そうなんですよ、ね、あんなところにね佐賀県人がいていいのかいやでもなんていうかな、この前もちょうどターキーズバーに行ったら、はい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 、下にターキーズバーの下にサーフボードがこう飾ってあって、はい、でたまたま行ったらその流れのお客さんがね入ってて、うん、そうなんですよ、ね、はい、それでビーチバレーの高尾和之っていうのを知らずにもうね、うん、多いですよ、ね、もう入ってるお客さんもいっぱいいて、うん、でね、その中でなんかあのなんでこれ入ったのって聞いたら、いや下のあのサーフボードがもうすごいセンスが良かったからとか言って、うん、すっかり常連ですよもうあの子はあれがあるとやっぱ入ります ね、 ね、で僕をパッと見てサーファーだと思うんですよ、でサーファーですかっていう件、あ違うよって言って、って言うんです、じゃあ何なんですかそれで、あ俺ねビーチバレーをしよったいって、うん、そこでこう、うん、ビーチバレーの話にはなるんですけど、うん、まあ聞かない人はもうずっと知らんままですよねただターキーって言うんだけど、そうそう、だからこの前もお客さんにもう俺が全部説明してあげた、そう、もうねこの人ねあんまりね、この人はもうオリンピック選手なんよっつってもうほんとうちの姉ちゃんもずっと頭下げてよろしくお願いしますよろしくお願いしますって、もうね、やっぱりちょっと自慢したいというか、あもう助かりますなんかそういうところもあるから、うん、あんまりね僕自分のことをよう喋らんけんですね、うんうん、そうだけ、そうそう、だけ、うん、まあ、あのあそこでビーチバレーやってる、うん、やってない関係なくこう人が集まる場所の方が楽しいなと思います、ね、うん、逆にね、でも、はい、は幅が広がるというか、はいはい、ね、まあ、バレーやってる選手は確かに多いですけどね、うん、来るのは、うんうん、浅尾美和さんとかもう、はい、ね、来ました ね、 ね、はい、いやで浅尾美和さんが来る時に、はい、もうギリギリで浅尾美和が来ますと か、 か、うん、書いてあるから、あの時はですね誰も行けなかったというか、ああ直接は直接浅尾美和ってね書けないんですよね、うん、だけど超大物が来ますみたいな、だからね、ね、うん、あ今まであのターキーズバーはどんな大物っていうか、まあどんな方々、ですね、まあ、かよさんはよく、うん、はい、顔出してくれるんですけど、うん、あとはですね、考古学者、考古学者、なんだ、吉村さん、あ、はい、あと吉村作造さん、はいはいはい、多いって言ってきます、すごい、はい、で、あと南電関電の社長、あ南電関電の社長面白いところで行くとですね、であとは花丸くんとかも、うん、はい、ちょっと顔出してくれたりとか、うん、そうですね、まあでももっといろいろ来られますね、うん、まあ、バレエ関係者だとあの朝日健太郎とか西村浩一とか、うんうん、菅山香織とかですね、うん、ああいう
まあ、バレーやってた人やったらみんながおーっていうような選手も、うん、あと荻野とかですね、うん、ああいう監督になって今頑張るようですけど、うん、まあ、そういう連中も来てくれるんですね、うん、でも和之君とかはもうバレー界ではレジェンドというか、ね、もう死んじゃったんじゃないかみたいな、ちょっとね、変な名前がついちゃってるんですけどね、キングオブビーチとかね、でミスタービーチバレーとか、そうなんですよ ね、なんかいい名前をねつけてもらってですね、レジェンドとかもう本当もうすごい、なんていうかな、もう本当ビーチバレーだけじゃなくてそのバレー界でも、うん、やっぱり和之君のことはもう、うん、すごくリスペクトしてる人がねばっかりで、いや、うん、ありがたいですよね。ね、なんかそういったあれではね、まあ今その6人制からまた6人制通らずにビーチに、ね、もう今はもういますね、大学卒業してそのままもビーチの世界来て、ね、はい、うん、今までだとそのバレーって言ったら6人制じゃないとダメっていうところがあったけど、今はねそういう垣根も全部超えて、ね、だけどもうオリンピック競技なんで、うん、ちょっとね別競技みたいな感覚は僕らにはあるんですよ、うんうん、はい、だけどまあ6人制やってる子とビーチやってる子は技術っていうか、うんうん、まあ、ハンドリングの違いとかもあって、うん、まあ、能力とか、うん、まあ、全部ひっくるめて、あ、この子はビーチの方がいいとか、うん、まあ、この子は6人制に合ってるなとか、うん、まあ、そういうのがあるんで、うん、まあ、高校の時にパッて行ってスカウトを例えばかける時は、うん、もうそういうのばっかりですね、あ、まあ、足の使い方とか、うん、ボールを捉える、うん、その場所の上手さとか、うん、そういうのをずっと見ます、ね、あ、やっぱ見るところね、はい、ちょっと違うですね、違うね、うん、全然ね、あ、まあそういうことで、まあまたバーの方の話にちょっと、はい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 、戻らんと、はいはいはい、バーが今度周年が、うん、そうなんですよ、今月、うん、4月26、27、28で3周年のイベントをやります、うん、で28日はね、そう28日は弾き語ってもらう、弾き語って、はい、うちの奥さんもちょっと、いやいや、花本かなんか、いや、もうありがとうございますで、多分なんかまあいろいろな人ちょっと来てくれたら嬉しいなと思うんですけど、うん、はい、まあ、26、今考えてるのは、まあ、その日はカラオケ、うん、カラオケ、まあ、自分たちで盛り上がって、うん、で27がクール MB とか、うん、あと、まあ、シュラク君って、筑紫シュラクさん、うん、もうなんかやろかって言ってくれてるんで、うん、ぜひぜひじゃあお願いしますっていう話はしてます、うん、はい、うん、であとね、ブリスコの人と、うんうん、まあ、どこまで呼べるか分かんないですけども、うん、まあ、いろんな人に楽しんでもらおうかなと思ってますね、うんうん、はい、いや、もう本当行くとね、和之君がもう満面の笑みで、いや、もうね、本当ね、笑えないなっていう日もあるんですけどねね、いや、まあ本当分かるよだけどね、うちは定休日を作ってないんですよ、うんうんうん、不定休にしてて、うん、もう笑えないっていう日はもう思い切って店を休むんですね、うんうん、で他の店行って笑うようにはしてるんですけど、うんうんうん、パワーもらってまた、うん、まあ、昨日も休んじゃったんですけどね、うん、なんだかんだ5時まで飲んでて、うん、あ、休まんなくてもよかったのかないやでも、うん、自分の店でいるのと、うん、やっぱり人のところで発散するのってね、違うんですよね、やっぱ全然違うもんね、うんうんうん、だからこれくださいって言うと出てくる楽さ自分で作るのとね、もう全然違うんですね、はい、これくださいって言われて運ぶ辛さ同じその一日でも ね、はい、でそれが楽しいって思える日じゃないと、うん、まあ店に立っても失礼かなと、うんうん、お金を取る商売やけですね、うん、まあ、特にやっぱり和之君の場合はアスリートやから、そうなんですね、そこでね、まあ、日々のそのね、なコンディションとか、うん、そういう風なところもあるやろうし、そうなんですね、だそれがね、やっぱり直接ね、夜店とか、はい、そういったところにももうバーッと、うん、ね、影響してくるやろうし、うん、なんかそういったところではね、なかなかコンディション作りも難しいんじゃないかなとは、ね、まあでも自分でこうやってて両方とも僕好きでやってるんですね、うん、そこには辛さっていうのはもうほとんどないですね、うん、まあ、ね、でもあれよね、和之とか、ね、その 、はい、和っていう名前がつく人は、はい、結構ね、
サッカーのキングカズでもさ、なるほど、キングって絶対つくよね。あらら。ね、親父知ってたんですかね。だって。ね。ね。親父おふくろは。そうそうそう。はい。いや、こあの和之くんのお父さんお母さんも素晴らしい。いやもうね、いや持っとったですね、なんかじゃあ。うん、あ、そういえばもうすぐ三回忌です親父。あ、そう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 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうお父さんがもう本当もう。面白かったですね。面白いお父さんで。もうね、ちょここじゃ言いにくいことだらけなんですけどね。でね面白いお父さん、ね。面白かったですね。ね、親父は。まあ一番あれだったのは、はい、あのほら胃の胃がんになって、はい、胃の全摘して、はいはい、でもうこっちはもう失敗して、ね、あの、はい、お見舞いに行ったら。はい、まあ、あの手術の翌日なのに、もうあの点滴ぶら下げて歩き回ってて、もううちの親父すごいですよね。大したことないけんと、はい、もうすごい生命力やなと思って。生命力すごいです。あの車に轢かれた時もですね。もう驚いたですよ、ね。あの示談金2万円取ったっって、2万取ったぞ。でも包帯ぐるぐるになるぐらい轢かれたのに。でしかも病院から出てきちゃって、もう家帰るっつって、うん、酒が飲みたいけんしてですね。それで1週間後に電話来て、和之ちょっと失敗したって言うけど、どうしたんって言ったら、あと1万もらっとけよかったって、お酒がなくなったって。みたいな。もうね、お酒大好きやったっけですね。あと お父さんの相棒で、ももちゃん、ももちゃん、ももちゃんですね。犬がね、もう本当親父の言うこと全部理解して、そうそうそう、すごいですよね。で、今やとほら、なんていうかな、ほら、なんとか、何やったっけ、ほら、犬とかが喋るとか、あー、ほら、喋よったんですよね、いや、テレビとかで、見てるのと全然違う、はい、もう、はい、本当に喋って、はい、本当にお帰りって言うんですよね。そうそうそう、おはようって言う。もうね、これもう皆さん、びっくりするんですよ。それも帰って、例えば正月帰ってきた1回しか言わないですよ、うん、おかえりって言うんですよ。おかえりって言ったらそうそうそう。で次の日帰ってきても飲みって帰ってきて、そうそうそう、もう言わないですよ、うん、これはすごいですよね、うん、そうやつは。で朝起きるとおはようって言うんですよ。おはよう。もうあれで、まあ何が面白いって、親父が真剣に教えてるんですよね。で、あの犬ってワンって鳴くじゃないですか。あれをこうやって餌を出して食べるかっていうと、そうそう、ワンっていうけん、ワンじゃない、はいやろってずっとこれを真面目に教えるんですよね。だからうちのモモも一生懸命やるんですね。ワイって言うんですよ。ワイワイって言って、うわ、吐いていいよって。そう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 。それとか、あのタブタブー、そう、タブーですね、タブー、食べるってでね、食べるかって言ったらタブーって、タブーって言う、タブーって。いや、本当にあんなに言葉を喋る犬は今まで見たことないって。すごいですよね。ね、だけどね、今並んでるんですよね、骨が。そうそうそう、骨がね、お父さんと親父、おふくろ、もも、ね、これね、まあ一人だけちょっとね、反対も出たんですけど、うん、もうね、お坊さんも全部が、うん、いやもう家族だから一緒でいいですって言って、うんうんうん、ペットなかなか入れないですよね。ね、うん、あのペットの骨壺が一番ね、綺麗だった。もうびっくりしたですよ、ね、出して、うわーみたいな。桃が一番いいやつに入っとうみたいな。よかったですよ。ね、あ、もうあの数が。3人とも、3人というかね、うん、両親とあの、うん、桃ちゃんも上行っちゃったけんですね。ね、まあ上で楽しみようろうなと思うんですよ。ね、じゃあちょっと最後になりますけど、はい、もう一回あの、うん、あのターキーズバーの、はい、あの詳しい場所、はい、ですね、まあ、国体道路から行くと、うん、あの商人橋通りとの交差点から、うん、そうですね、大名の方に今夜町通り入ってもらって一、うん、つ目を左です。一つ目を左、はい、でもそのビルなんですけど、あの下になんかあのスボルメっていう、あのサッカーの、ウェアというかですね、うん、ああいうのを売ってるところの3階です、うん、そこの、はい、あのスポルメの、はい、1階のところにあの、何て言うの、サーフボードが、はい、サーフボードがね、はい、でそこから入り口があるんで、ね、はい、3階上がってもらって、エレベーターに乗って3階に上がって、はいはい、店入ってもらうと、うん、まあ家みたいな空気を出す、うん、
ってるようにはしとんですけどね。壁にはあの水色で塗ってあって、はい、カモメを、ね、カモメがこう、はい、みんなに書いてもらってて、うん、もうちょっとね書くところがなくなって、はい、もうすごい量のカモメになって、はい、もうねあそこまで行くともうね、はい、柄ですよね。ねえ、うん、すごい。どっちかというともう壁が白くなって、そうそうそう白くなって狂犬です ね。どうしようかと思ってなんかまた書く場所を探さんとですね、うん、みんなに書きたいって言われるんですけど、うん、場所がなくてですね、うん、いやでも素晴らしい、申し訳ないな、いやそんなにもう本当それぐらいたくさんの人がね、いやもう来てもらいたいですね、ターキーズバーにね、あの足を運んでありがたいですね、ねもらって、まあ、これからもね、はい、あのちょっとたくさんの方にね、いや本当もう来てもらいたいですね、はい、ということで4月の26、6、27、28ですね、で、ターキーズバーの何周年ですか、はい、3周年3周年ですね、はいはい、もう3年も経つんですね、あっちまいたですね、うん、もうパンツになったり着物になったり激しい3年間やったんですけども、はい、でもね、そういうふうな形でそのたくさんの、ご来店というか、はいはいはい、もうあるし、うん、新たなこの、ね、出会いというか、うん、そうですね、僕もいっぱい出会わせてもらってて、うん、まあ、お客さん同士もつながっていろんな店に一緒に行ったりしてるんで、うんうん、まあそれが嬉しいですね。いやバンドマンの仲間でも、はい、全然そのなんていうかな、うちのその、奥さんの弟っていうことを知らずに、はいはい、そのなんていうかな、あのターキーズバー行ったことありますよとか、あ本当ですか、うん、いや言って言う方も結構いて、はいはい、うん、それはなんかすごく嬉しいなと思うし、うん、なんかなんかね、その新たな広がりというか、はいはいはい、でバレーボールだけじゃなくて、うんうん、ね、なんかいっぱいそのやっぱり和樹君の人柄という、いや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 、なんかみんなその行くとすごく楽しかったって、ああもうそれだけですね、うん、あ、うん、もう、まあ、人生日々勝負って言葉があるんですね僕の場合は笑って歩くっていうのがあるんで、うんうん、一応それを実践できればなと思って、うん、まあ、毎日笑ってもらえればいいな、うん、で、まあ、最後お金いくらですっていう時も、うん、お笑い代っていう紙を、うんうん、でそこにお金を書かせてもらうようにしておくんですね、うん、笑わせきらんやったらお金取っていいかどうかっていうねその微妙なところなんですけども、あのほら、フェイスブックとかでも頑張るとか、はい、あそうですね、顔晴れるみたいな、ね、はい、ね、なんか、うん、顔がね、常に、うん、笑顔がやっぱり、まあ、何があっても笑顔があれば、うん、なんか切り抜けれそうな気もするし、うん、いろんな人集まってくるんですね、うん、まあ、そこだけは、うん、はい、うちの店で、まあ、パワースポット的な場所になればいいなと思うんですね、うん、はい、いやもう行くと本当に元気もらえるし、 ありがたいですね、うん、ね、だからもうぜひこの放送を聞いてる方もですね、大名のターキーズバーです、はい、ぜひお願いします。元オリンピック選手のですね、あんまりねもうそのオーラなくなっちゃったでも、はい、ビーチバレーのね、はい、まだ現役、はい、最年長でですね、はいはい、頑張ってますし、はい、そういった意味ではですね、なんか続けるってやっぱりなんか ね、 ですね、ね、はい、すごいことだなと思うし、うん、その続けていくことでなんかいろんなやっぱり出会いとか、うん、新たなものっていうのが、ね、そうですね、起こってくるかなと思うし、まあ本当に友達は増えたですね、うん、お店をやって、うん、またいろんな人が紹介してくれて、うん、まあ、ここのスタッフさんもそうそう、はい、実はそう知ってるんで、そうなんです、なのでちょっと今日はですね、そうです、いろんな意味で、うん、まあ、家に帰ってきたみたいな感じになったんですけど ね、 ね、はい、ね、ありがたいですね、実はこのユースト の、はい、スタッフ二方もですね、ターキーズバーの、いやもうありがたいですね、上演ということですね、ありがとうございます、はいはい、ということで、今日はですね、はい、まあ、アトランタオリンピック、はい、ビーチバレーの、日本代表、はい、それで、まあ、オリンピックの監督も やったし、あとはもともとのそのビーチバレーを基礎を、ね、まあ、作った、まあ、なんとも言えない、そして、なおかつ水着のモデルもやるし、まあ、もうやりますよ、まあ、その辺をパンチで歩けって言われるときついですけど、はい、で大名のターキーズバンドですね、はい、代表でもあるですね、はい、高尾和之さんにですね、はい、今日はゲストで、来ていただきました、ありがとうございます、はい、どうもありがとうございます、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、どうも、
ということでですね、今回今回ですね、ラブ&ハピネス、高尾和之くんをですね、ゲストにお迎えいたしました。来週ですね、また、ラブ&ハピネス、放送いたします。来週のゲストはですね、博多のロックバンドのカリスマ、キングビー、のボーカリストであるですね、大場義文くんをですね、呼んで、実は高校のですね、クラスメイトなんですけどそういうあれなんですけどですね、大場君を呼んでですね、のラブ&ハピネスにしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。じゃあラブ&ハピネス。